アーティスの V 字型ブックスキャナー書画カメラによる書籍スキャン電子書籍に関する自粋とは、自ら所有する書籍や雑誌をイメージスキャナー等を使ってデジタルデータに変換する行為を指す俗語。デジタル化の効率化のために書籍や雑誌を裁断機やホットプレート、アイロン等で分解する行為までを含む。もともとは、 P2P ソフトウェアで不特定多数に配布目的で書籍を自身でスキャニングするというネットスラングだった。一方で自身では機材を揃えず、書籍のデータ化作業を他人である業者に依頼することをスキャン代行、自炊代行と呼ぶ。300ドルほどで自作できるブックスキャナーのアーキビスト書籍の電子化の際、データを自ら吸い込むことから自炊と呼ばれるようになった。 メディアが取り上げる背景として、アマゾンの Kindle や Apple の iPad などの電子、ブックリーダーの登場と、それに合わせて、富士通やキャノンなどのメーカーが、民生向けのドキュメントスキャナを安価に投入するなどの動きにより、個人が自炊をする際のハードルが低くなったためである。電子ブックリーダーやパソコンで読める電子書籍の流通量は、紙の書籍、雑誌に比べて少なく、 こういった機器の一部の利用者は、自ら保有する紙製の本を自炊することで PDF ファイル等に作り替え、情報の携帯性と永続性に加えて保管場所の縮小という利便性を得ている。電子ブックは簡単に配布したり、複製したり、画面上で読んだりすることができる。一般的なファイル形式は j a v e ポータブルドキュメントフォーマット、そしてタグドイメージファイルフォーマットである。 生の画像を変換するために、工学式文字認識は、書籍のページを、ASCII や他の類似のフォーマットのようなデジタルテキスト形式に変換するために使用され、ファイルサイズを縮小し、テキストを再フォーマットしたり、検索したり、他のアプリケーションで処理したりすることが可能である。イメージスキャナーは、手動や自動化されたものであっても良い。通常の商用イメージスキャナーでは、 書籍は平らなガラス板の上に置かれ、光と光学アレイはガラスの下で書籍を横切って移動する。手動のブックスキャナーではガラス板がスキャナーの端まで伸びているため本の背拍子を並べやすくなっている。他のブックスキャナーでは本を V 字型のフレームの中に上に向けて置き、ページを上から撮影していく。ページは手でめくったり、 自動化された紙搬送装置でめくることが可能である。ガラスやプラスチックのシートは通常ページを平らにするためにページに押し付けられている。スキャンした後ソフトウェアは文書の画像を並べたりトリミングしたり画像を編集したりテキストや最終的な電子書籍の形式に変換したりすることで文書の画像を調整する。通常人間の構成者が エラーがないかどうかをチェックを行う。118ドットセンチメートルでのスキャンはデジタルテキスト出力への変換には十分であるが、貴重な、成功な、そして図解された書籍をアーカイブで再生するために、はるかに高い解像度が使用されることがある。毎時数千ページのハイエンドスキャナーには数千ドルの費用がかかるが、DIY で、 毎時線2 0 0ページのマニュアルブックスキャナは300ドルほどで構築されている。書籍2011年11月版カタログを破壊的スキャンによりデジタルデータ化している様子。スキャナ、富士通、スキャンスナップ S13002010 年現在、ドキュメントスキャナなどと呼ばれる両面読み取りに対応したフィーダー機構付きのイメージスキャナが比較的安価になってきているのでスキャン作業は、 比較的容易になっている。しかし、この ADF スキャナーは製本された本を直接スキャンすることはできず、本の裁断作業が不可欠になっている。分厚い本の背を裁断するための本格的な業務用、電動式裁断機は、価格や置き場所などから、個人保有は現実的ではないが、手動の裁断機やディスクカッターは1万円から数万円程度で購入できるため、 このようなものの利用が進んでいる。裁断以外にも、多くの書籍の製本で採用されている背部分の糊を、アイロンなどの熱で溶かして分断する方法がある。綺麗にスキャンするには紙質による制約や、裏移りなども考慮せねばならず、相応の技術を要する。増えてな対象媒体を織り込まれたページ光沢を持った、紙裏移りする、ページ滑りの悪いあるいは滑りすぎる紙質また、 電子ブックリーダーの多くが書籍、雑誌の片面イコール1ページを主に扱うようになっているため左右の見開きページによるレイアウトは電子書籍にとって読みにくくなる傾向がある。スキャンドバート60度の開きのある自動被破壊スキャナー書画カメラを使用して製本された書籍を見開きの状態でスキャンする手法も存在する。この場合はページめくりは自動化されず その分の手間がかかってしまう。しかし、書籍を破壊しないで済むという利点があり、古書のような存在そのものに、価値のあるものに対してはこの手法が適用される、傾向にある。本を裁断せずに済むため、スキャンしたい本が手元に残り、手軽なため初心者でも使いやすい。その反面、本を180度に開く必要があるため、本の背やページ等に、 ダメージが発生するなどのデメリットも存在する。図書館や学術機関向けに販売されている、業務用、ブックスキャナは本へのダメージが少なく、ページ送りも自動で行われるが非常に効果である。ソフトウェア駆動の機械やロボットが開発され、書籍の内容を保存し、現在の状態のデジタル画像アーカイブを作成するために、製本を解くことなくスキャンすることができるようになってきた。 このような最近の傾向は画像処理技術の向上により貴重な本や壊れやすい本でも短時間で高品質のデジタルアーカイブ画像を撮影できるようになったことに起因している。最初の完全自動化されたブックスキャナーはスイスの4デジタルブックス社が製造した DL スキャナーであった。最初にそれを採用したと知られている機関は2001年にスタンフォード大学であった。 このスキャナーは2001年にビジネスアプリケーション部門のダウジョー・オンズ・ランナーアップ賞を受賞した。2007年にはトレビンタス社がスキャンのための本の開き角度が60度の自動化されたブックスキャナーを発表した。これはスキャン中の書籍の保存領域を改善したものである。同社はスキャンドバートの開発により欧州連合の ICT 大賞2007を受賞した。 この技術は、バイエルン州立図書館の大規模デジタル化プロジェクトでも使用され、3台の V 型スキャナーを使用して16世紀の8900冊の書籍を18ヶ月間でデジタル化した。ほとんどのハイエンドの商業用ロボットスキャナーは、従来の空気と吸引技術を使用しているが、ページをめくるためのバイオニックフィンガーのような代替的なアプローチを使用しているものもある。スキャナーの中には、 超音波センサーや光電センサーを利用して20ページを検出しページのスキップを防止するものもある。1時間に最大2900ページをスキャンできるという報告もあり、ロボットブックスキャナーは大規模なデジタル化プロジェクト向けに特別に設計されている。Google の特許750万8978にはページの3次元形状を検出して自動調整する。 赤外線カメラ技術がある。東京大学の研究者はソフトウェアで暗局したページの画像をまっすぐにできるようにするための 3D 表面スキャナを含む実験的な非破壊ブックスキャナを所持している。この機械では作業者がページをめくるのと同じくらいの速さで1分間に約200ページの本や雑誌をスキャンすることが可能である。これは BFS オートとして進展していった。 自ら所有する書籍を自分で利用するためにデジタル化する行為は現時点では著作権法上の問題はないとされている。破壊的スキャンの場合は自炊によってオリジナルの本は裁断された後は破棄されることが多いとされるがネットオークションで裁断済みの本を出品する者も,もいる。ネットオークションで裁断済みの本を販売、購入する行為自体は違法行為ではないとされている。 しかし、自炊増加に伴い登場した新業態のスキャン代行ビジネスについては、著作権との関連で法律的な議論が発生している。スキャン代行サービスがサービス提供者が明らかに使用主体ではなく、その上、著作権法第30条1項1号、公衆の使用に供することを目的として設置されている。 自動複製機器を用いて複製する場合に該当する。ゆえ、道場が使用者に認める指摘使用の範囲を逸脱し、業者の過罰的違法性並びに依頼主体の違法性が存在するとしている。代行したかどうかとは無関係だが、スキャンされたデータはコピーが容易で劣化せず、またインターネットに違法アップロードされる危険があるとして、出版業界には、 電子書籍化行為のビジネスへの影響を懸念する意見がある。出版業者や作家の一部は、業務として書籍を電子化し、依頼者へデータを譲渡するスキャン代行行為は、複製権を侵害する行為であり、違法である、可能性があると主張している。スキャン代行を拒否することを表明している出版社、著作者の書籍や権利関係が複雑で、 表紙と中身が異なることの多い雑誌のスキャンを断る業者もある。2011年9月5日付で日本の大手出版社7社と作家122人はスキャン代行業者約100社に対し該当する出版社、著作者の自炊代行ビジネスを継続するか否か、指摘利用であることをどのように確認しているか、法人からの発注を拒否しているかどうかを問いただす。 質問状を一斉に発送し、9月16日までの回答を求めた。質問状に対し一部スキャン代行業者は、あまりにも一方的などと反発している。2011年12月20日、上記質問状の回答をもとに作家7人が、スキャン代行業者2社を東京地方裁判所に提訴したが、業者廃業に伴い同訴訟は2012年5月22日に、 取り下げられた。再度、2012年11月27日に、スキャン代行業者7社を東京地方裁判所に提訴した。2013年9月30日、自炊代行は違法であるとの判決が下った。業者側は控訴したが、2014年10月22日に、指摘財産高等裁判所は、業者側が事業主体として、 複製行為を行っており指摘複製と解釈することはできないとしてコースを棄却した。2013年3月26日、著作権利者側は蔵書電子化事業連絡協議会を設立。2013年6月3日、スキャン代行側は株式会社ブックスキャン、ヤマセ、ファイブギブススキーシステムなど4社で一般社団法人日本蔵書電子化事業者協会を設立。 2013年6月14日、蔵書電子化事業連絡協議会と日本蔵書電子化事業者協会の間で蔵書の電子化における基本方針が作られた。ありがとうございます。